夢のしゃべらないと。みなさん、こんばんは。こんばんは。水曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。今夜も始まりました、夢見るおた娘のしゃべらないと。この番組では、自身のオタク度を極めながら、芸能活動を頑張っている私たち。 有本沙織糸の麗や佐久間栞織の3人娘がマニアックなオタクトークを繰り広げていく番組です、えー、今回もですね収録の様子を撮影しております詳しくは番組の最後にお知らせいたしますので最後まで私たちにお付き合いくださいさて第5回目の今夜ははいはい、はい、<laughs> 赤を身につけるとテンションが上がる「 担当カラーは赤有本沙織とはい黄色はみんなを明るく照らすテンション上げ上げメンバーカラー黄色担当の佐久間しおりの二人でお送りしますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますではね早速参りますよ行きますよはいそれでは今夜もしゃべらんないと夢見るおたむすめのしゃべらんないとワクワクするだろう。 はい始まりましたはい始まりましたねはい今夜も始まりました <laughs> はい、えー、第五回目の mc を、えー、担当させていただきます、はいえー、メンバーから黄色担当のさくちゃんですはいお願いしますはいじゃ早速ですけれども本日のテーマを発表したいと思いますはいてれこれをしたらオタクすごい素敵ななんか ほっていう音をねはい川島さんがやってくれましたはいえこれをしたらオタクっていうポイントをね今回サーリンのオタクだなっていうポイントをちょっと解き明かしていきたいなと思いますので皆様こうこうこうじゃないやご期待くださいじゃあ早速参りましょうはいはい見えるかな見えますか じゃあ1個目から言ってみよう。はい、1個目は回収癖があるです。うん。はい。わかります。わかりますか？うん。そうなんですよ。なんか一つのものにこうこだわり出すと止まらなくなると言いますか。例えばキャラクターのグッズだったら1個買えばいいのに何もかもそれにしたくなるみたいなあるんですよ。なるほど。 身の回りをすべてそのキャラクターで固めようとし始めるっていう <laughs> <laughs> そのキャラ固めねそうなんですなるほどねどうせすぐ飽きるの自分でも分かってるのに、うん、一回回収しないと気が済まないみたいな、うん、ああ、そっかそっかはいえ、それはさそのキャラクター例えばだけど、まあ、じゃあアビウサちゃんの姫の子だったらこの子で全部固めるってこと、はい、もちろんですあ、そういうことはい。なるほどねでなんかもしこの レイヤーさんだったら他のなんかどうでもいい関係ないただ色のものを買う時も紫にしようみたいなそういうことでもうカラーもこだわるカラーもこだわっちゃう感じですあそれわかるな私もついついやっぱ集めちゃうよね集めたくなりますよねなんか別に買う必要ないんだけどねなんかこの子自分の好きなのがいたら用事ないけど買っちゃおうみたいななんか買うことを義務だと思い始めたらオタクだと思いますあ <laughs> いいこと言うね買うことを義務だと思ったらオタクだそうです <laughs>、はい、<laughs> なるほどわかりやすいまとめですねそうですねじゃあ早速次行ってみようか <laughs> はい2番「カッコ笑いを」を、まあ、これあのー、メールとか LINE とかでなんですけど「カッコ笑い」を「W」と使ったらオタクだと私は思っておりますそっかはいあのよく「草が生える」っていうじゃないですかうん めっちゃ私は草はやすんですよえ、でもさ、ちょっと聞いていいなんであれさ、まあ草に見えるからさ、あれなわけじゃんなんであれをさ、笑いっていうわらのわってことですよねあ、わ、わ、わでってことねあ、そういうことそういうことみたいですすごいね、オタクの考え広いねで私のこだわりは、小文字の W を使うっていうところですあ、大文字じゃダメなんだ大文字だとちょっと大きいんですよあ、ダメなのね やっぱこだわりを感じるわ。はい。おたくですね。<laughs> 友達とのラインすごいですよ。もう草しか生えてないです。もうずっと笑い同士じゃん。<laughs> ひたすら笑ってるじゃん。<laughs> そうなの？そうなんですよ。よ、えー、でもまあ確かに何かああいうさわらわらわらとかさ、なんか他にもさ、はい、なんかこうがっくりしてる。 絵文字っていうのはんていうのあの丸と棒のそうそう私最初あれ分かんなくてこれ何意味してるのみたいなそう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 るあれわかりますそう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 いうそ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 ううそ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 なそう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 う ありましたよねきたね元祖ですねあね確かに私あの膝ついてるやつ自分で作成しようと思ったらどれ使ったらあれになるのかわかんなくて結構バランス大事だよね大事なんですよ全然なんか見えなくてあれこれどうやってやるんだろう考えてる人すごいよねですよね思いましたへえ。そかそか面白いねしおりさんわら使ったことないですか w あるけど そんなに対応しないかも。ん<ー>うん、普通に笑って打ってるかも。はい、カッコ笑って打ってるかも。なるほど。うん。 とか爆笑とか漢字で書いたりとか爆は使えますよあ、爆笑じゃダメだバクなんだねあそっか私なんかちょっと違うみたいです皆さんそこまで説明しちゃダメですよそっかそっか説明は不要なわけねそっかそっかなるほど勉強になります爆の後にうわーってこう w つけるのもありだと思いますありなんだねそっかとにかく笑ってるそうですサオリンはラインでなるほどねそうなんですじゃあ次行ってみるはい。 第3個目第3個目おかしいですねはい、3つ目は購入することをお迎えするという言ったことないですかないかも例えばずっと欲しかったフィギュアがあるとしますやっと買いに行きますやっとお迎えできたみたいななんかお姫様の腰入れみたいな感じだよね昔で言うところの そうです,ね、すごいねお迎えっていうんだなんかさいやなんか普通のお迎えってさ、はい、ほらなんか天に召される時とかお迎えっていうじゃん <laughs> そっちですかいや私はそっちの認識の方が強いけど、はい、お迎えっていうんだねそうなんですよ面白いでも召される方はお迎えが来るって感じしませんあ あ、こっちがね、我が家に、我が家にね、<laughs> はい、あのウェルカム。<laughs> そ,うそうです、そうです。ウェルカムするってことね。ねでも、これ私、使ってなかったんですよ、最近まで。あ、そうなの、はい。で、周りがちょっと使ってるのを見て、うん、あ、この言い方かわいい。 あ思って、私も最近インスタとかで、チャロって言ってます。あ、そうなんだ。使ってみてる。ね使ってみました。じゃ、あ私も今度お迎えするって使おう。お迎えしてください。お迎え、何かをね。自分の好きなもの、何かをお迎えしてみようかな。ぜひぜひ。へえ、お迎えか。面白いね。可愛くないですか。何か買ったんだっていうよりも。とお迎えしたんだみたいな。なんかね、愛着感が。 なんかそれをどれだけ欲しかったかみたいなのが伝わってくるよね。確かに。いいね。やっと変えた感が確かにいいねいいねいいね。やっと変えたかうんなんか熱の入れ具合がそうなんだ。感じられるかも。へえなんか言葉のチョイス一つでやっぱ違うかもね。全然違いますよね。うんオタクになりますよね。オタクになるね。オタクと認定してもらえるのか。ああはい。いい質問来ました。何ですか？ サウリンが初めて自分オタクだなって思ったのはいくつですか？はいはい、年ですか？うん。ええー、いくつなのかな。オタクだと思った年？うん。オタクとしての自覚が芽生えた年。オタク元年自分で芽生えたのは <laughs> 多分小学校六年生ぐらいなんですよ。 結構早いねでも今思えば幼稚園からだったなといそのこは「オタク」という言葉も多分なくてそうだねまだないかもねなかったのかなんか私が好きだった当時セーラームーンがすごく好きだったんですよセーラームーン世代なのででんかセーラームーンのイベントとか幼稚園で好きだから行くとリュックショットお兄さんたちがたくさん来てたわけで。 すごいびっくりしたんですよ。それこのオタクっちは大人なのにツェラム好きなんだみたいな。それ結構衝撃だよね。すごい衝撃で行くたびにいて声援もすごいわけですよ。へえすごい。わーと思ってたのがオタクだったんだなって今思うと。確かにね。なんかでも今のオタクの定義と昔のオタクの定義ってちょっと変わっ ね、変わりましたよね。なんか受け入れられるようになってきたよね。お宅、ね、という存在が、うん、思います。そうなんか昔はなんか日を浴びれないみたいなさちょっと <laughs> なんかそんなイメージが影、はい、なイメージがちょっと強かった気がするけど。今おたけ押されてますよね。押されてるよね。まあお宅は日本の文化みたいな感じになってるもんね。なってますね。なってるなってる皆さん誇りましょうお宅であることを。うんね、そうですね。そっかえー、でも芽生えが。 小6とかで2歳かまあでも多感な時期に差し掛かる時だからねいろんな感情が芽生え始めますよねでも多分オタクって生まれつきですよ先天性のものなんだねオタクはそれっ気が多分あるから大人になるにつれてお金が自由になり始めるとちょっとこう増してくる回収するんじゃないですかねなるほどね深いですね深いですねそうですかそうですか へえ、そっか私いくつだったかなオタクの芽生えいつですか中学生ぐらいかな<ー>やっぱりでも中学校一年生とか二年生ぐらいの時になんか私たちの時には某、はい、プリンスオブテニスがはい流行って、はいはい、やっぱみんな夢中になっててお時間がお時間が来てしまいましたね残念ええ、ね、皆さんはい、今日はサオリンの カレ、はい、をしたらオタクポイント聞いていただいて楽しんでいただきましたでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。はい、え喋、ー、らないとで喋らないとでは <laughs> えー、皆様からのメッセージ、はい、質問などお待ちしております。宛先はデデン。ででよろしくさおり。はい。 メールアドレス789 at mark kfm 789.co.jp 789 at mark、えー、kfm 789.co.jp までよろしくお願いしますはいお願いしますはいまた次のページめくって、はい、メンバーのですね sns もフォローしていただけたら嬉しい です。はい、お願いします、はい。今回のラジオ収録の様子が葛飾 fm さんのユーチューバーアカウントにて、えー、ご覧いただけます。今回の放送分は11月の2日木曜日にアップされますので、えー、皆さんぜひこちらもチェックしてください。はい、はい、それでは最後なんかダーって駆け足になっちゃったけど、<laughs> <laughs> また来週お会いしましょう。はい、バイ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 。